んにちは。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。遠出されるのでしょうか。今日私は特に仕事がございません。ですので臨時の仕事でも依頼でも何でもお引き受けできます。あ、危うく忘れてしまうところでした。おはようございます。はい、ここはとても美しい場所だと思います。こんな広い場所に物を配置するのは容易なことではありません。お疲れ様でした。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。はい、ですのでますますここを好きになりました。とにかくそのありがとうございます。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。心配しないでください。千年もずっとこのようにしてきました。とにかくそのありがとうございます。はい、ただし仕事以外のことについてはあまり実用的な意見を出せないかもしれません。わかりました。そういえば私は以前人間社会に溶け込むことについて悩んでいました。さらに仕事が忙しくない時は仕事仲間とのお付き合いにも積極的に参加していました。しかし菜食主義者である私の好みは皆様と違いますし、買い物や遊びにもあまり興味がありません。そのことを指摘されたこともあります。私の考え方が一般人と違うと。私の習慣はこの千年の間ずっと変わっていません。ですのでどうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか。では追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走するなどいかがでしょう。はい、勉強になりました。どうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか。では追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走するなどいかがでしょう。あなたがいれば私もすぐに人間社会に溶け込めると思います。一緒に花を植えたいです。もしくは他の植物、例えば野菜など。はい、仕事以外では一番の趣味と言っても過言ではありません。しかし自分の食欲を抑えきれずに育てた野菜を全部食べてしまわないか心配で、今まで野菜には手を出せずにいました。しかしあなたと一緒に育てた野菜ならきっと自分を制御できると思います。いいえ、いけません。その太ってしまいます。それに太ってしまったら私の重みが、その体重の方ではなく、あなたの私に対する気持ちの重みが変わってしまいます。え？では一緒に育てて一緒に食べましょう。はい、それでは一番適した種を探してまいりますね。変わってしまいます。それは一緒に育てて一緒に食べるということですか。はい。
それでは一番適した種を探してまいりますね。こんにちは。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。はい、おやすみなさい。残業がない夜はあまり慣れませんね。こんにちは。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。こんにちは。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。こんにちは。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。はい、おやすみなさい。